るんですけど、その YouTube のアップロードをしておこうかなと思ってます。はい、こんな感じで、夜はこのキャンドル焚いて作業するっていうことが多いんですけど、ネットフリとか見たり、これ自分がここに来た時からキャンドルを買ってくださってて、結構外国ってこうキャンドルの文化があるのかなっていう、日本ではあんまり自分はなかったんですけど、結構落ち着くというかリラックスできますね。おはようございます。今日は朝から練習です。9時から練習で、まあそうですね、普通に海外も日本と一緒ぐらいの時間から練習があります。はい、ちょっと寝起きすぎて顔は映せませんが、結構寒いです。これダウンのベストじゃなくて普通にダウンでもよかったぐらい結構寒いんで、はい、手も寒いですね。じゃあ行ってきます。練習終わりました。昼飯まで1時間あるんでちょっと帰りたいと思います。あと水買いたいんで、てかどんな格好してんねんって感じですけど、まあ、こんな感じです。多分寒いです。じゃあ、水を買いに行ったんですけど、こうカバンに入りきれなかったんで、ちょっと恥ずかしいんですけど持ち歩いてます。リカバリ中です。リカバリじゃないわ、練習前にこうやってます。サンチュアリ見てます。おはようございます。スクランブルエッグ作るの3回目ですね。洗い物を減らすためにもう卵をここで割ってやるっていう、ちょっと賢くないですか。じゃあ作っていきます。前も言ったんですけど、停車してる車が多すぎますね。はい、あと今日本格的に寒いです。煙出てる煙。練習終わりました。また今日も、昼食まで時間があるんで一回家帰ります。ほんで、英語の勉強かサンチュアリの今ネットフリ見てるやつを見ていきたいと思います。こんなでかい魚出ますね。ユーチューブ。今日の夜ご飯です。紫キャベツ。これもう一玉切ってあるんで毎食食べれます。あとは、あ、そうなんですよ。今日夜ご飯ってこう夜練習の時はタッパーを置いとくんですけど、置いてたはずが取りに行った時なくて。多分誰が間違って撮ってるっていう名前書いてあるのに、はい、これがまあ海外、日本じゃまあそんなありえないというかないけど、ありえますよね。はい、まあ当たり前に食べれるわけじゃないんで、こうやってしっかり、まあ冷凍でしてるし、これも切ってるし、これは買いましたけど、はい、まあこういう時もあるっていうことを、はい、一週間ちょい来て知りました。ではペコペコなんで食べていきます。あ、ネットフリ見ながら食べます。バイバイ。おはようございます。今6時起きです。今日は10時間ぐらいバス移動があるんですけど、それの動画撮っていきたいと思います。ほんまにガチで泣きします。はい、準備していきます。はい、ちょっと適当ですがチーズスクランブルエッグとご飯食べていきます。時間ないです。ほんとそうですね、今意外と荷物が多いですね。リカバリーグッズとかも入れてるんで、あと持ち運びの枕も、まあギリ間に合いましたね。ギリギリでしたけど行ってきます。これ7時なんですけど、朝のまあ日光がないですね。まあ暗いです。結構日本でいうまあ6時ぐらい、わかんないですけど、はい、まあ車は結構多いですね。暗いです。無事着きました。いや今めっちゃ焦ったんですけど、バスもなくて人もいなくて、やっとチームメイト来ましたけど、まあ5分前です。ちなみに、はい、外国って感じしますよね。荷物めっちゃ多いです。じゃあ行ってきます。10時間の長旅です。今約2時間半
2時間半で、ガソスター着きましたね。トイレ休憩していきたいと思います。パトリー、パトリー、パーキングです。こんなもんですね。普通のスーパーみたいな感じですね。からランチです。トマトみたいなメインディッシュ、デザートです。今7時間ぐらいバス移動して、チームメイトのレストランでご飯食べてました。めっちゃ景色いいです。あと2時間ぐらいで着くそうなんで、はい、めっちゃお腹いっぱいです。美味しかったです。これが部屋です。リベロの人と一緒の部屋です。夜ご飯食べ終わって今リカバリしてます。これは、持ち運び結構楽で、日本から買って持ってきました。めっちゃ気持ちいいです。今日は食べ過ぎました。試合終わりました。結果 3-1 で勝ちました。はい、今後ろニックで今から帰るんですけど、ガソリン入れたり、こう今5ミニッツの時間でこう買う人は買ったり、ガソリン入れる人は入れたりみたいな感じで、そうですね、今から10時間、ちょっとお腹いっぱいでもう眠たいんで、まっすぐ過ぎるだろうと思います。はい、初試合はそうですね、まあ海外でも雰囲気がまた違ったりしてたので、すごく勉強になりましたね。次はもっとよくできるように頑張りたいです。ハミッシュさんです。27歳。はい、オーストラリアの人、めっちゃイケメンです。ちなみにヒゲ生やしてて、まあ、どういう形になるか分かんないですけど、ヒゲはちょっとまあ海外いる間生やそうかなと思ってます。はい、ちょっと今から10時間、長いですが、まあ、今日こうしっかり、まあ、毎日ずらして買ってよかったです。はい、ありがとう。オブリガード、オブリガード、オブリガード。彼はセルジオさんで FC 東京でプレーされてた方です。はい、オブリガードっていうのは日本語でありがとうっていう意味で、まあ、めっちゃこう優しいというか、もうほんと30何歳なんですけど、うんね、結構離れてるけど優しくしてもらったり、こう居心地がいいっていうか、すごくいいですね。このチームでやっぱ優勝して、まあ、自分のためでもありますし、こうチームのためにもなるように、まあ、ここからスタートしていくんで頑張っていきたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。今12時ぐらいで、まあ、6時間ぐらい寝ました。はい、めっちゃヒゲ生えてですね、よく見たらこう、はい、まあ、とりあえず今日は、あ、でも髪切るんで、ちょっと3時からそれまでまあご飯食べたり、英語の勉強したりしていこうかなと思います。まあ、パスタ作ってお腹空いたんで、前と一緒の具材しかないんで、前と一緒の味になるんですけど、パスタとりあえず作っていこうと思います。山本クッキングスタートです。大盛りパスタ、なんか見栄え悪いけど、いただきます。こんにちは。今から髪の毛を、はい、切りに行ってきます。チームメイトがよく行っているところで予約してくれたんですけど、こうね、初めて行くんでめっちゃ緊張してるんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。はい、まあ、髪の毛ってあんま多分横と後ろぐらいしか切らないので、あんまりこの写真とか見せて言えば多分大丈夫かなっていうのはあります。とりあえず髭がやばい。はい、とりあえず行ってきたいと思います。ここで髪切ってもらいます。終わりました。あんま多分違い分かんないと思うんですけど、自分的にはこう横すっきりしたし、後ろが特に、はい、すっきりしました。まあ多分55なんであんまり高くなかったんで、はい、良かったですね。雰囲気も写真見せたら分かってくれたんで、また来ようと思います。じゃ今から買い物行ってきます。おはようございます。チーズスクランブルエッグです。英語の授業終わりました。
ウェイト終わりました。今からご飯です。で結構、はい、いいトレーニングできましたね。じゃあ今からたらふく食ってきます。今なんでエアポッツを取ってるかというと、落として散乱しました。ほんまこのケースも取れて、なんか中身も丸見えやったんですけど、くそバッグから取りたいもんがあって取った時にやっちゃいましたね。重き落としちゃいました。皆さんも気をつけてくださいね。まあでも使えてるんでまだいいかな。うん。まあ同じことならないように気をつけてください。以上です。練習前のリンゴです。丸かじりして練習行っていきたいと思います。今日なんか潜在写真自分撮れてないんで早めに行って撮ってきます。こんばんは。だいぶあったかいですね最近。だけどこう夜用にダウンベスト着て、はい、格好ダサいですけど、今から練習行ってきます。今日なんか潜在写真撮るらしいんで、まあ頑張っていきたいと思います。終わりました。もうこんな感じで体育館でシャワー浴びて帰ってきて、もう寝巻きで帰ってきてます。でご飯食べてって感じでゆっくりしていきたいと思います。もういつもこのスタイルです。寝る前はこうキャンドル焚いて、奥のあの時計全く合ってないんですけど、直さないといけないんですけど、今暑すぎて窓開けてます。キャンドル最高です。